吉田さんヤミ金ドックスの5ですねあの京都の、まあ、心中事件ですよねまあこれを見ると私はね2つのことを考えるんですよ一つはですねお金と愛情が一体になっていて人間が生きるのにねじゃあ脳みそだけあればいいってもんでもないし心臓だければいいってもんでもなくて脳みそも心臓も必要なんですよね。 そのぐらいお金と愛情っていうのは両方必要なんだと思うんですよこれがねあのヤミキンドックスのファイブを見ながらやっぱ思うことですよね本当に愛してやまない自分のお母さんを愛してるがゆえに手をかけてそして自らも入水自殺せざるを得なかったというねまあそういうラストシーンですよでヤミキンドックスの取り立てる方も 結局生きていくのに金がいるからお金を貸すっていう仕事を選んでるわけですよね。であの闇金っていう仕事を辞めればおまんまの食い上げまさにそれは万田銀次郎も牛島君も同じでみんなね形は違いでもお金のために働いてるんですよね。でお金のために働くからこそ愛するものを守れるし自分の人生を大切にしていけるというところもあるでもお金の扱い方が下手な人が 下手な借り方とか使い方をすればそれは破綻していくということですよねそしてこの市場からだんだんこう消えていくっていうことですかね、うん、で2つ目に思うことは義務教育ですよねあのちんたら生半可な社会や倫理をやるよりも、まあ、授業でねこれ牛島君を見る闇金ドックスを全部見る南の帝王を週に1本見るそうすると1年間で 50は全部見れちゃうわけですからまあそういうふうにしていってお金のありがたみ知恵や情報の大切さ法律のそして税制のね何、えー、とも皮肉なこと全てのことを学べると思うんですよ。だからこそああいったお金の真実が分かるからこそお金がなければどんなことになるのかっていうことが、まあ、創作物とはいえね映像で分かるからこそああじゃあ学んでいかないとなと。 じゃあ計算できるようにななないと,なと誤解なく文章が読めるようになんないと契約書が書けるようになんないと自分で稼ぐことができないんだったら少しでも成長中の会社を見極めるようになんないとなみたいに思うはずなんですよ。なんとなく中学の3年生になったら高校受験して高校の2年の中盤か後半ぐらいから進学を考え始め進路を考え始めてテンプレートのようにやるんではなくてあ金がいるなと。 自分の人生を全うするには愛する人を守るためにはお父さんお母さんを楽にするためには何がしかの恩返しをするためには金いるなと。頑張ったんだけどできませんでしたでは済まないこともあるなとかねさまざまな泣き言ではなくてでも強くもならないといけないしだからといって強くなれない人をこき下ろすんでもなくそれはまっとうにマーケットで戦って得るものと得られないものと。 より分けていくっていう作業になるのかなと思うんですよね。で、洗車の件ね、面白かったですね。洗車じゃない、車検でしょ車検を自分でやると五十万円節約になると。うん。私たちもペイペイで買い物すると、十万買い物したら、一万とか二万とか戻ってくるみたいなことね。スケール違いますけど、も同じような感じです。ちなみに、私のラインと二千は専用の洗車チームがいるんですよ。洗車すると四万円かかるんですよね。コインパークで。 あの、コイン洗車場で300円500円ではできないんですよね。<laughs> まあできないことはないけども、うん、やっぱりね、独特のトリを使ってますんで、ちょっとね、難しいかなと。傷の面もあったり、あとは、やっぱり、ティーバルーフなんで水が出てきたりとかするんでね、うん、なんとも厄介なもんですよ。で、セルシオの年間経費を考えてみたんですけども、まあ税金が10万円前後。 で、保険が毎月1万数千円。駐車場代が年間で5、6万。ガソリン代が月に1万から2万って考えると、やっぱりね、5、60万は年間かかるんですよね。それから、イレギュラーの修理っていうのは、もうかなりかかると思いますんで、年間で維持費は。あ、やっぱり年間で100万とは言えないけども、7、80万ぐらいは、セルショー1台を維持するのにかかるなと、10年で7、800万だなっていうふうには。 ざっくり考えられますよねかける車3台と考えたらさあどうなんでしょうかと自分が自分らしく生きようと思って必要なものを揃えるだけでもやっぱお金がかかってくるとその上で家族に我慢させることもなくそして高い教育レベル少しでも可能性のあるね教育を受けさせうと思うとそれにもやっぱりお金がかかってくるとでもおかげさんでねあの吉田さん,さん うちちちのくんね、英語をね、英語むちゃくちゃ上手にしゃべるんですよ、今。もちろん複雑な会話できませんけども10カウントとかはねもうネイティブみたいな発音ですよ。とかね言うんですよ。チェーンとか言いますよ。ほんとなんか自然にそういうふうに言うんですよ。だから英語の先生に英語を教わったんじゃ生涯英語はできるようにならないっていうのがよくわかりましたね。 1>, 1歳から2歳までの教育ですっかりね英語の下地が素地ができていてこれから単語や文法を覚えていくといや文法っていう概念もないでしょうね日々の暮らしの中でそれは日常会話として覚えていくわけですからだから英語は一つの学問ではなくって単なる基本的な生活動作 ADL ってやつですよね日常生活動作それに組み込まれてるな ご飯を食べた後歯範磨くように必要なものは会話をして要求する自分の気持ちを伝えていくそれを日本語みたいな複雑なものではなくてシンプルな地球上で最も使われている言語英語を使うってことですからねうん余計思うんですけども日本語が扱えるんだったら100倍簡単な英語はね扱えるはずだと思うんですね難しそうだ学問だっていうふうな学校の学問の延長線上で 英語を攻略しようと思うからダメなんですよねきっと。だから多くの方は英語教育の犠牲者ではないかなと思います。各々私も同じですけどね。自分よりも上手に聞いて喋るヤマトんを見ながら、やっぱり教育は最大の投資だなと思いましたね。まあ10歳までには会社を作る方法とマネジメントマーケティングそして FX これをヤマト君にしっかりと教えてですね。 その時は私もまだ現役でやってると思いますんででメディアの構築もしてもらって、うんまあ、これが私の後継者の作り方かなきっとお金を待ちきにかれるってことは大くんはないと思いますけども私ありましたんでねその辺もまあ昔話として語って聞かせることができるかなと思います、まあ、今回はね「ヤめキンドックス5」というテーマでお送りしましたけども 愛する人を守るにもお金が必要です。愛を表現するのにも実行するにもお金が必要。愛を実行するのにお金が必要であって、お金があるからこそ愛情もさらに高いレベルに育まれると。お金がなければね、やっぱりね、できないことが多すぎますよ。ね。ちょっとたまにはご飯でも食べに行こうか。お金かかるわけですからね。普段から切り詰めていたら、外食なんてとんでもないみたいな話になっちゃうんですよね。もちろん、 卵かけご飯を家族で食べてもねそこで見つかる愛情はあると思うんですよ確かにあると思うでもきっと親の気持ちになってみたら切り詰めて自分に一杯のかけそばを奢るのがやっとな子供たちよりもね「父さん母さん俺やったよ」と「もうだいぶ楽になったよ金持ちになったんだよ」と「ぜひ贅沢してよ」っていうふうに子供に誇ってもらいたいですよね私はそう思いますね うちのヤマト君がね父さん母さんおかげで俺こんなにビッグになれたよもう感謝してもしきれないよみたいな感じでね将来私にベンツをプレゼントしてくれるというね吉谷さんのお父さんみたいな <laughs> 関係になるといいなと思ってますねはい、じゃあヤミキンドックス5本当に学ぶものが多いんで全ての人に見ていただきたいと思いますネ n e リックスでやってるんですかねいやあれ見るとね感動では感動っていうかねほんと涙が出るんですよあれラストシーン特にね リアリティがありすぎるあれ。役者が上手すぎるい、うん、ってらっしゃい